はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、ガチャガチャをね、やってきたということで、紹介していきたいと思います。2種類の、ガチャガチャをやってきました。その2種類のね、ガチャガチャの結果をね、お見せしたいと思います。まあ、現地でね、ガチャガチャをやった動画と合わせて、ご紹介します。はい。ということでね、まず1個目がね、こちらのシリーズになります。世界の伝説生物フィギュアコレクション四聖獣、東方の青龍、南方の朱雀、西方の白虎、北方の玄武ということでね、300円です1回ね、はい。こちらはね、こういう感じで、全8種となっております。黒と、木っていうかね、ノーマル版、イメージカラー版ということでね、こういう感じでありますね。はい。まあね、自分の狙いとしては、青龍のノーマル版。うん。こちらをね、ちょっと、狙ってやってみま、今噛んじゃった、やってみました。はい。ということでね、結果はね、こちらです。はい、じゃじゃんっていうことで、もうトグロ巻いてますよ。はい、かちょっとね、入れました。はい、青龍のノーマル版。はい、ということでね、見事に、ね、ノーマル版が出ました、一発で。はい。こちらをね、ちょっと組み立ててどんなもんかっていうものをちょっと見てみましょうかね。はい。はい、ということでね、組み上がりました。こういう感じですね。はい。いやー、結構いいね。うん。造形がね、結構細かいですね。口は開かない、あれ開かない、開きそうで開かない。はい、これね、なんか開きそうだったら開かない。はい、はい、こういう感じですね。いや、なかなかいいですね。なんか縁起物っていう感じでね、ちょっと飾ろうかなと思ってね、やりましたけれども、まあ本当だったらね、四聖獣ということでね、それぞれのね、方角にね、飾れればよかったんですけどね、1回300円だしね、まあ全部ね、同じノーマルカラーで揃えるのもね、難しいと思うんでね、まあ、とりあえずね、まああんまね、そんな数がなかったんですよね。あと3個ぐらいやったぐらいかな。まあ、実はね、横から見てね、次がね、なんかこういう色がね、ノーマルカラーっていうのが分かってたんだけど、次出るのは。もう残り少なかったもの。出口がね。で、なんかちょっとトグロを巻いてるっぽいなっていうので、ちょっとやったっていうのもありますね。はい。そしたら見事に、青龍でした。ちょっとね、この玄武とね、どっちかなと思ったんですけどね、玄武もちょっとここら辺トグロ巻いてますからね、蛇があるから、うん、ということでね、このシリーズは結構エポック社から出てんだね。うん、はい、ということでね、青龍どうでしょうか。結構いいと思うな。大きさもね、結構あります。はい。これはね、縁起物としてね、飾らせていただこうかと思います。はい。ではね、続いてのガチャガチャに行きましょう。はい。続いてのガチャガチャはね、
こちらになります。まずはねやってる動画をご覧ください。はい、ということでね、出てきたのが、こちらになります。まだね、中身が何かというのがわからないんでね、これ結構レアなバージョンがあるらしいんですよ。レアバージョンというのはね、それがねまず狙いなんですけれども、まあレアだから出ないと思うんだけどね。とりあえず、開けてみたいと思います。はい、ということでね、まずラインナップから見ていきたいと思いますけれども、まずは全4種ということでね、こういう感じであります、ゴジラ2017、あの CG アニメーションのやつかな、でゴジラ2016第4形態ということでね、これ実写版のやつですね。でゴジラ1995年バージョン、これはもうクリアカラーですね、オレンジので、バーニングゴジラ、これが1995年の、レアバージョンということで、これがね欲しかった。とりあえずこれをね欲しくて、これ狙いでやったんですけどね、まあ実際何が出たか、まあ、一応ね見ましたら、はい、黒は黒です。はい、ということでこの時点で、このね、ゴジラ1995年のやつはなくなった。でねちょっとね赤が入ってないんで、赤つうかオレンジが入ってないんで、これもレアじゃない、どっちかってことになりますね。でもこっちだと若干黒じゃないんですよね、っていうことはゴジラ2017が濃厚かと思います。はい、まあおそらくそうでしょう。はい、ちょっと組み立ててみましょう。はい、はい、ということで組み上がりました。こちらですね。はい、ということで、見事にね、ゴジラ、2017バージョンですね。これね結構出来がすごいですよ。これ1回300円なんですけどね、いやほんとねこれ出来が半端ないですね。小さいのにすごいよくできている。でしかもねかっこいいのがこう目が光ってるっていうのがすごいかっこいい。これちょっとねこれ写真だとね目が光ってるって、これじゃね、目が光ってるっていうのはね分からなかったんですけどね、あんまりこう目が光ってるっていうのはかっこよくないですかこれ。いやこれはね当たりですよこれ。いや結構種類ある中でほんとね、まあ質疑好みはあるんでしょうけれども、いやでも、バーニングゴジラは本当欲しかったんですけどね。いやでもこれでも全然もう大満足だよね。かっこいいなこれ。まだ映画見てないんですけどね、実写のね。あれちょっと DVD で出てからね、見ようかと思ってるんですけどね、レンタルで。いやこれ迫力あるわ。これで同じ、こちらと同じお値段300円です。はい。まあ、どっちもどっちですけどね。どっちもどっち。いや、こっちの方がいいな。こっちもう一回やった方がよかった。ということでね。いや、これゴジラいいな。ああ、ことのほかかっこいいこれ。やべえ。ああ、レアバージョン欲しかったな。もう一回やれよかったかな。ということで、もう一回ね、まあ、機会があったらね、やってみたいと思います。レアバージョン狙いでね。まあ、全種類集めてもいいかなぐらいの出来の良さですね、これはね。はい。ということでね、今回はね、ガチャガチャをやってきたという、動画でした。はい。もしね、よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、本日はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。